はい、皆さんこんにちは。せーの、ザ・トムボーイズよりギターの脇まどかとベースのジジイワカナとドラムのアミチスパークルです。3人合わせてダイハード。はい、今日もやってまいりました。メンバーそれぞれが選ぶおすすめの曲第2弾は、私ドラムのアミチスパークルがお届けします。よろしくお願いします。今日私が紹介するのは、はい、スピッツの美しいヒレです。お、うんうん、大名盤、大名盤。みんな知ってる美しいヒレ、聞いたことある？うん、もうでももうだいぶね、そのいっぱいあちこちで流れてるから。そうね、有線とかかかってるよね。それこそこれがあのアルバムが発売した時にアメちゃんにスピッツが新しいアルバム出たって言って、新しいアルバム出たよ、みんな聞かないとダメだよって言って、あの機材車でね、から聞いたね。で、うんうん、この曲は名探偵コナンの映画の、はいはいはい、黒金のサブマリンの主題歌だったんだよ。サブマリン、うん、サブマリン、うん、そうそう。でなんか、あ、だからヒレって、ヒレって読めたってか、読めない方、読めない方、黒子だと思ったもん、うん、え、これなんて読むんだろうと思ったらヒレだったよね。ね、サビまで聞かないと分からない。どのネタか分からなかったよね、あの詩で言うどのネタかなって思った、はい、ヒレだったって、ね、この曲はそう、はいはい、コナンの曲なんだけど、うん、すごいなんか、うん、歌詞とかもさ、うん、なんか一応その映画にやっぱなぞらえてるんだって、うんうんうん、でもなんか結構さ、自分にもなんか来る歌詞じゃないって思って、サビとか、うんうんうん、なんかあの、ぜひサビとかあの歌詞見てみて、本当になんかいい曲だよね、この曲。スピッツはすごい名曲がたくさんあるんだけど、なんか、うんうん、私スピッツ大好きで、うん、いろんな曲を今までも聴いてきたんだけど、その中でスピッツの曲って、うん、なんか跳ねてる曲が割とあるなっていうことに気づいたの。あ、なるほど、うん、で今回のその美しいヒレも跳ねのリズムなのね。あ、だからそう、私やっぱドラムだし、うん、なんかこういうリズムとかにちょっとフォーカスして、うん、なんかみんなと今日シェアハピしたいなと思って、うん、ちょっと今日はこのリズムをみんなとあの楽しみたい、はいはいはい、この跳ねのリズムをみんなで分かり合いたいっていうのをやってみたいと思います、うんうん。実際にね、この羽ってなんだって多分視聴者の皆さんは思ってると思うので、はいはい、ちょっと今日はお二人に歌と、ギターをちょっと実際サビのところをあの撮ってもらったので、うん、こんな感じだよっていうのを皆さんに一旦お届けしたいと思います、うんうんうん。はい、では皆さんすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、それあのあれやん、オーケストラのやつ。あ、そう、あ、こんな感じ、なんかすごいさ、勝手にこうリズムに乗んない、なんかこういうこのこうなんかルーマーマーって、なんかこうなんかすごい体が勝手にそれになるよね、うん、跳ねるリズムっていうのがさ、もともとさ、その乗馬のリズムに、うん、馬のリズムにさ、うん、パッカ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 って、うんうんうん、本当詳しく言ったらさ、その3連符の間を抜いた黒人ビートから来てるんだけど、それがどん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 ロックに落とし込むことによって、うん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 、いろんなこう跳ね具合とかもね、うん、バンドによって曲によって全然違うけど、確かに。でこの曲はさ、そんなすごいそういう泥臭い感じが一切ないのにもかかわらず、うん、すごい軽快な感じで、うん、とってもビート感が気持ちいい、うんうんうん、ほんまにそうなのよ。で、うん、はい、この羽ってすごい大事なんだっていうのをこう自分たちにこう分かり示すために。羽って難しいの、ね、難しい。演奏するの難しいの、マジで。そう、やってみたら結構難しいんだよね、うんうん、なんかみんなそれぞれにさ持ってるさ、その羽の具合がさ、うん、あ、確かに揃うってなかなか難しくない、うんうん、それがグルーヴ感という、はい、ね、この跳ねた後の3つ目をどう置くかっていうところがね、うん、そうそうそう、だから一回跳ねなかったらどうなるのっていうのをちょっとやってみない？あ、怖いけどやってみようか。なるほどね、うん、え、どうなるなら私もちょっと心配だわ。イーブンでやるってことよね。むず、歌がむずそうだ ね、確かに勝手に跳ねちゃいそうだよね。確かに。やってみる、うん、ちょっとやってみよう、うん、OK、 じゃあいきます。流れ、
もともとこの羽のさ、うん、流れるまんま流されたらってなってるのが、はいはいはい、イーブになると流れるまんま流されたらってなる、なりそうになるのがなんかめちゃ歌いづらいというか、確かにちょっと休符みたいな感じだね、うん、なんかされたらがもうこれ跳ねてるってことか、そう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 、が気持ちいいのにそれを直されると、あのイーブンにされるとなんか流されたらになる、あはは流されたらなるほどね、なりそうね、流されたらもう音程もさ、その羽に寄ってるのにそれを直すってなると流難しい、確かに言われてみたらそうかも、ね、ベースもなんかもはや分かってないもんななるほどね、そういうことか、やっぱそうか、羽って面白いね、面白いよね、このリズムって、うん、ギターはどんな感じ、跳ねる時って、ギターでもそうだね、でも ここでだって基本はさ、タッタ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 だから、うんうん、この上がってくるタイミングとかを、うんうん、曲のそのノリに合わせるっていうのが大事、うん、でもこの曲って結構あのリフ、そうね、でもない、うん、この曲私的にはすごいそのリズムもそうなんやけど、うん、やっぱすごいコード進行とかが面白いなってめっちゃ思って確かに、っていうのもやっぱあんまりコード進行が複雑じゃない、うん、あ、そうなんだ。そう、結構最近の J-POP ってすごいもう A フラット、うん、ディミニッシュとかマイナーフラット、マイナーフラット5みたいな使うイメージやけど、この曲はあん、もうほぼそれがなくて、結構 A メロ B メロサビで結構サビが展開が違う曲がやっぱり最近の J-POP には多いけど、うん、そんなことなくてイントロとサビは結構同じ、ほぼ同じ、コード進行一緒で、 B メロも4つコードがあって、こう2展開8小節あるけど4つ4つ同じコード進行で、うん、その中でメロディーがちょっとずつ変わってるから、ね、サビに向かってコードがこう展開してる感じ字がある、うん、からなんか複雑じゃないのにそ そういう風に聞こえるね、そうだからすごい洋楽チックというか、すごいループされてるのをずっとそこで展開させていくのが洋楽に多いかなと思うんやけど、うんうん、それがなんかこの美しいヒレもめちゃくちゃあって、うん、だからすごい好きなノリだなと思って、うんうん、なるほどね、でもやっぱりこの曲を最初に聴いた時にさ、うん、あのバースあの A メロの、うん、変拍子がやっぱ気になるんじゃない？あ、そうね。そうそうそう、うんうん、あれ、8分の7拍子なんだよね。わからなかった。あれ、何の休符が入ってるそうだよね。そうなるよね。なんか、最初は、その、うん、4分の4で進むのよ。そのイントロがまず。うんうんうん、そう、なのに。ダダーン。そうそうそうね。で、そうそうね。で、進むんだけど、うん、A メロに入ったら8分の7拍子が2回続いて、ね、その後に4分の4拍子にまた戻るっていう、そう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 、それがすごい面白いよね、なんか波音で消されちゃったがさ、うん、ちょっとやってみるけど、波音で消されちゃったグララ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 ラ、こう変拍子とかを入れちゃうとさ結構フュージョンっぽくなるというか、あちょっと確かに聞きづらくなっちゃう、まあプレイヤーはそういうの好きやけど、うんうん、面白いとか、うん、どうなってんのっていう探求心で好きやけど、うん、J-POP でこういう変拍子を入れるってすごい、うん、しかもそれがいきなり 歌い出しからそれをやるっていうのが、日本語でっていうのがすごいよね、うん、しかも、うん、超テクニカルなことをしてると思うちっちゃいさ、通が入ってる言葉がさ、その、うん、来てるじゃん、歌詞では、はいはいはい、そこがなんか、そこがなんかすごい印象的じゃない、消されちゃったって、ちなみにドラムは、うん、あの決めなの、ね、言葉とね結構一緒なの、一回さそこちょっと歌ってみるからさ、うん、やってみてもいい、うん、いきます、はい、ワン、ツー、スリー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 、こんな感じ、すごい、すごいね、言葉とこのハイハットのリズムが結構粒が合ってて、なんか面白いなって最初聞いた時は思ったね、うん、もう一回聴きたくなるよね、うん、そうそうそう、これ今の何ってなんかやっぱさ音楽やったやつの表紙とか気になるからさそれこそ前回の私があの紹介したあいみょんのあの8分の6のちょっとだけ説明してるやつの応用版というか、確かに8分音符が7個あるっていう一小節にっていうことやもんな、そうそうそうなんです、
へえ、なるほど、面白いよね、うんうん、っていうなんかすごいいろいろさ、こう隠れた技がめちゃめちゃ入ってるのよ、うん、結構シンプルに聞こえて、うん、結構入ってるなっていうので、うん、でそのちょっと今回そのドラム目線なんだけど、はいはい、この頭にね実はすごいかっこいいフィルが入ってる、入ってる、ね、これ曲始まりかっこいいよな、すごい始まりがかっこいいのね、うんうんうん、で私これどうやってるんだろうって思って、もうなんかすごい回数で聞いたんだけど、うんうんうん、ちょっとやってみてもいい、うん、これ、うん、ゆっくり、あ、さっきやった後ゆっくりやってOKOKOK、 うん、いきまーす。めっちゃかっこよくない？めっちゃかっこいい。このリズムってさ、もう結構ずっとリズム一緒なんやな。今さ、うん、イントロに入ってると思わなかった。ああ、そう、サビかなぐらいの感じ。そうそうそう。このリズム自体はね、そのイントロもサビも結構楽器が変わるだけで、うんうん、一緒に続いてくるんだけど、うん、このフィルやばい、印象的なフィル。これ、なんか16分の3連が入ってて、これがめっちゃ難しくて。やばい。これが。なるほど。で、その後16。えー、でまたさね、入ってるんだけど、これが難しくて、これをつなげるとっていう、ゆっくりやってゆっくりやって、結構ゆっくり難しいで、でもしかもこれ跳ねてるから、たた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 たタタタタタタタチタ、これはチキンタツタ、チキンタツタ、テンテン、めっちゃ難しくてちょっと、よく聞いてみて、でなんかさ、このノリといいさ、うん、このフィルといいさ、うん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 、私最初に聞いた時にあれなんか知ってると思って、で私も思った、思ったよね、思ったの、思ったよね、でよくよく、まあ、スピッツ好きな人として考えてみたら、うんうん、チェリーに似てるんですよ。そう。頭ね。そう、ちょっとチェリーに似てるの。そんなイントロだっけ？で、そう、これも、あの、フィル始まりのね。ああ。そうそう、ドラムね。スピッツのドラマは働き者だな。かっこいいフィルメーカーなんだ。すごいなの、うんうん。で、あの、最初、え、同じフィルかもってくらい、ちょっと思っちゃったんだけど、結構違くて、うん、チェリーのちょっとフィル、頭のフィルやってみるね。はい。うん、できるかな。こうやって入ってくるんだけど。おー、そうだ、確かに。チェリーの方が羽根感があるね、フィルに。そうかも。うん。この、なんだろう、16分の後の、この、っていうのが結構羽によく使われがちな、うんうんうん、あそういうことか。16部が少しなんかね、イーブン気味なんだよね。だからっていうのが、うん、なんか羽じゃないかもみたいな、ちょっと早いからあんまりその跳ねてる感じが分かりづらいね。あ、うん、あ、これ32か、32だ、ごめん、32やば、あるから跳ねてるように聞こえるんか。そうかも。跳ねるように聞こえるとか、跳ねてるってがね。うん。え、むず。めっちゃ難しいね。かっこいい。よくこれを、やってるよね、うん。なんか曲自体さ、爽やかじゃん、結構。爽やか。って思うじゃん。声も相まってね。で、思うとさ、この頭のフィルがさ、思いつかないのよ。いや、ほんまにほんまに。すごいよね。こういう隠れ技が隠されてるんだけど、まあ、チェリーもさ、はいはい。はいはい、また、美しいヒレットもまたちょっと違う跳ね具合な気がするんだよね、うん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 、だからちょっと今回そのチェリーも2人に協力してもらって、はいはい、ちょっとやってみよう、はいはい、やってみましょう、うん、ね、どんな感じって大有名ですからね、めちゃめちゃ有名なんですよ、ほいほい、はい、じゃあカウントでサビだけね、サビだけ一回やってみましょう、うん、はい、いきまーす、はい、愛してこう体がこう乗るっていうのはね、うん、なんか
一緒だよね結構。うん。でもなんか美しいフィレよりも、うん、なんだろう、なんかちょっと違うまたさ羽を感じない？うん。なんか似てるようで同じじゃない気がして。やっぱやればやるほど。え、何が違うんだろう。これはもしかしたらイーブンでもやってみるみたいな感じやな。あ、ちょっとやってみる。どう違うのってぐらい気にならない。うん。逆にこの曲の方がイーブンにやりやすそう。ああ、そうかも。イーブンに近いかもね。行ってみましょう。はい。行きます。愛して。うん、言葉はハマるのかも、はめやすい、抱きしめてぐらい、ちょっと抱きしめてはないけど抱きしめてっていうのはなるほど、コードがそんなにずっとこう羽を感じでも、うん、イーブンでもできる曲な気もするもんね、うん、チェリーの方がすごい、うん、この曲すごい、この2つの曲ってすごい面白くて、うんはい、実はテンポが1しか違わないの。え、そうなん？美しいヒレは98で、うん、チェリーは97なの。そこもね、すごい似てるポイントなんだけど、もしかすると、その1ってめっちゃ大事で、その少し後ろにする、前にするっていうのが関わってるんじゃないって私思ったの。確かに。チェリーの方が遅い。遅いんだ。1遅いの。97。うん。なるほど。面白くない？面白い。え、フィルだけ聞いたら、うん、なんかチェリーの方が早いんかなと思った。あ、そう、そうだね。結構前に進んでる感じがするよね。ま、その子32分音符使ってるからかな。うん、そうかも、そうかも。へぇ、なるほど。っていう面白さもある曲で。そうなんや。スピッツってもう深いんだよね。大好き。この数十分では足りひんぐらい。ちょっと語りきれないんですよ。うんうんうん。こういう面白さがたくさん詰まってる曲を今日は。やりつつ、なんかめっちゃ我々もさ、はいはい、跳ねてる曲結構あるからさ、勉強になるよ。勉強になるね。しかもやっぱ曲の、これだけ言わして、これだけは言わせてほしい。さっき言い逃したんだけど、この、あのサビの、美しいのね。で、この、デレレって、このメロディーがものすごい頭にひばりつくやん。うん。へばりつく。うんで、これ、イントロも、てれれれれって言っちゃうんやけど、やってないの。うん。実は。頭ね。頭やってないんですよ。てーでって、この後ろにつけるっていう。で、まぁ、全く聞いてない人からしたらさ、その、まだてれれって待ってる状態やんか。うん、で、ここにてれれって、こう、イントロの後ろで入れちゃって、で、まぁ、2回聞くわけ、イントロで。で、サビでもう一回、流れるって、こう、さっきのメロとリンクしたっていうことが勝手にされてるっていうことが行われてて、うん、でしかもそのこのでこの3度の音に行くのがこのって行くのがすごいものすごく絶妙にこう切ない感じが出てなるほどねとてもいいっていうめっちゃ思うすごいだからすごいあの私らは知らない間にこのもうスピッツの美しいヒレワールドにもうドブンってでもさドブンドブン入っちゃったねドブンじゃそれはもうドブンサブマリンだよやっぱり黒金のサブマリンドブンですよ違うこれコード面白いのがさ、うん、1個しか2回しで8個で1個っていうねんけどいやねんけど1個しか違わんっていうあサビのコード進行の話ねそうそうF が入るだけで違う、あの、A フラットか F かの違いで回してるやん。そうね、そのサビのコード進行が4度の、ルートから見て4度、1度、5度、6度、4度、1度。ここだけ違うのよ。そう。ここだけ3度のマイナー。ここで。でこうマイナーマイナーが続くことによって、美しいヒレで、で、ほっほって涙を誘うような。3、6に行くのがいいよね。そうなんです。3度、6度に。今なんかすごい、ほってなった、その行動だけで。なんか、ほってなった。最初すごいメジャーから、あの4度のこのメジャーのコード進行がすごい、うん。すごい、だからそこがすごい爽やかな感じが出る。うん、ところから、ここだけ、
そっていうのがいいよね。綺麗だな、うん、でこれだけをしてベースの何何なんかみんな言いたかったじゃん、みんなそう言ってよ。尺とか気になるから、ね、ごめんごめんごめんね、気遣えなくてごめんごめん、本当にどうぞ。コードで、あの、だいたいスピッツ、あ、その、美しいヒレは、ってやんねんけど、サビの、壊れる夜も、あ、たけるどんとこだけ、っていく、この、っていくのが、このルートの1、2、3、4、5っていってるのが、面白いなって。あ、すごい、すごい歌うんだね。これをやりながら歌いたかったんですけど、ちょっと練習不足です。いや、歌いながらそれ弾くの結構難しそうだよ。っていうのだけ言いたかったです。あ、すごい。いや、マジで、あの、掘りがいがあります。いや、じゃあこれ、各楽器面白いってことだよね。ですですです。歌も面白いし。うん。うん、すごいね。本当に歌詞もね、面白い。詞もね、面白い。いろんな。詞も、その例えというかがね、ね、すごいグッとくるよね。うん、この曲、最高です。はい。ね、まだまだ私たちもいろいろ勉強になる曲をね、はい、うん、これからももっとたくさんいろいろ見つけていきましょう、はい、うん、では来週はあのこの3人でこう回ってるということはあれですね、はい、楽しみ、お楽しみに、はい、今週もありがとうございました。ワンツースリーフォー。